若い夫たちは、1958年制作、公開、マウロ・ボロニーニ監督のイタリア・フランスが主作映画で、ある。本作は、1958年、イタリアの映画プロデューサーであるエマヌエーレ・カッスートが、同国の制作会社、ネイピーフィルム、フランスの制作会社シルベール・フィルムの共同制作により制作を開始、マウロ・ボロニーニ、パスクアーレ・フェスタ・カンパニーレ、 ピエル・パオロ・パゾリーニ、エンツ・ォ・クレーリの4人でオリジナル脚本を共同執筆、トスカーナ州ルッカ県ルッカ市内でロケーション撮影を行って完成した。同作は同年3月12日、ルックスフィルムの配給によりイタリア国内で公開された。同年5月2日と18日に開催された第11回、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、 ピエル・パオロ・パゾリーに、パスク・アーレ・フェスタ・カンパニーレ、マウラ・ボロニーニの3人が脚本賞を獲得した。フランスで公開されたのはカンネゴの同年10月1日である。翌1959年のナストロ・ダルジェント賞で撮影監督を務めたアルマンド・ナンヌッツが撮影賞を受賞した。日本では2011年3月現在に至るまで劇場公開、テレビ放映。 DVD 等のビデオグラム販売等は行われていない。ありがとうございます。